spend my time running around keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I miss you so. この瓶をまだ開けてないものがあるので紹介していきたいと思います。 IKEA とフランフランとナチュラルキッチン。まずは IKEA から紹介します。まずはこちらの赤いブランケットを買いました。もうすぐクリスマスなので赤にしてみました。我が家のソファーはレザー調なのでこういうのを敷かないと寒いのでこちらを買ってきました。こちらは3499円。ボックスシーツの替えのカバー、これはシングルサイズを2つ。ついつい買ってしまったこのピンクのお皿とボール、そしてマグカップも買いました。これは自分用です。これは娘が選んで持ってきたので、これを3つ。クリスマスに使おうと思って買ったものです。4枚セットの白いタオル。これはループがついているので、とっても便利です。そして水切りマット。水切りかごもあるんですけど、あると便利かなと思って1つ買ってきました。あとはこの赤いカンカンに入ったジンジャークッキーを買いました。中はこんな感じになっていて、ハート型のクッキーがたくさん入ってます。こんなに入って539円です。こちらは香り付きのキャンドル、これは桜んぼの匂いのものです。この大きさで299円。これは40時間持つみたいです。そしてこちらは娘用のものなんですけど、今置いてるベッドサイドのテーブルライトが壊れてしまったので、これは娘が選んだものです。IKEA は以上です。次はフランフラン。こちらのクッキングポットを買いました。開けても中がピンク色。そしてスープカップ、最近流行りのこういう模様が入ったデザインのものです。これはピンクのラインが入ってるんですけど、青いラインが入ったものもありました。そしてようやく調味料のケースを買い替えました。
今まで使ってた調味料のケースは100均のものだったんですけど、だんだん古くなってきたのでこちらに買い替えました。小さな穴と大きな穴の両方があります。横にスプーンもついてます。で、この大きな穴の方からすくって取り出すこともできるようになってます。私はこれは使わないので外して使います。こちらはラウンド鍋つかみの2個セット、丸い形の鍋つかみです。こんな感じでつかむことができるものです。で、最後はナチュラルキッチンのお買い物。まずはこの小さなトレイを3つ買いました。この大きさのが家になかったのでちょうどいいなと思って買ってきました。こちらは1つ330円です。あとは白と赤のお皿、これもクリスマスに使いたいなと思って買いました。今家に1つ赤いお皿があるので2つ買いました。こちらのウェックの小さなトートバッグを買いました。いちごのマークが可愛いですよね。こちらは330円。そしてウェックのコースターを2枚、こちらは1つ110円です。こちらはウェックのジュースジャーです。530ミリ入るものです。これは550円でした。そして最後、この家の形が可愛い豆皿を買いました。Thank you.